マルセイバターサンドは北海道帯広市の六家庭聖菓が販売している菓子。同社の販売額のおよそ4割を占める代表的な菓子であり、北海道土産としての知名度が高い。パッケージに記載されているバセイタという文字からバナリタの愛称で親しまれている。断面六家庭専用の北米産小麦粉で作ったビスケットで、 ホワイトチョコレートと北海道産、生乳100%のバター及びカリフォルニア州産のレーズンを合わせたクリームをサンドしている。長らく道内のみのローカルな人気に泊まっていたが1990年代終盤頃より2000年代初頭にかけ全国的にその名が知られるようになった。単品の土産商品としては赤服や白い恋人と並ぶ大型商品である。マルセイトアの中に 生の字を入れたもので、与田勤さんの起こした万世者が1905年に北海道で初めて商品化したバターのことである。マルセイバターサンドの放送は発売当時のマルセイバターのラベルを復刻、再デザインしているため、レトロな外観を持つ。小川県レーズンウィッチ1977年に六家庭製菓の社名変更を記念して発売された。当時、 大寒山の小川県のレーズンウィッチが高い評価を得ていたことから、これを参考に開発された。レーズンウィッチはショートニングをクリームに用いていたのに、対し、マルセイバターサンドは、六家庭の主力製品だった、ホワイトチョコレートとフレッシュバターで作った、レーズンバターをビスケットで挟んでおり、時間が経ってもサクサクした食感が保たれる。この食感を実現するため、開発にあたっては、 材料の選定に時間が費やされた。ABC 佐藤春美、六家庭ブランドの形成、三県、論集三十一から三十二、札幌大学、経営学部附属産業経営研究所、二千六年三月、百二十五ページ、ネイド千百億五百五万三百四十二。六家庭の商品紹介、大和田つとむ、マルセバダを売り込め、十勝から東京へ、 コラムリレー第24回。集まれ。北海道の学芸員。北海道博物館協会学芸職員部会。2016年5月23日閲覧。森尾外、漱石も味わった万聖者のマルセイバタ。ウェブトカチ、トカチ毎日新聞社。2016年5月23日閲覧。水木陸。北海道土産の超定番。六花亭。 マルセイ・ワターサンドの秘密マイナビニュース株式会社マイナビ2016年5月23日閲覧ありがとうございます